はい、こんにちは、グリードです。今日もモダン2のガンスミスでちょっとね、もう見た目重視の、あ、もう自分が好きなカスタムでやっていこうかなと思います。で、今回作ったのはとにかく全盛りの MP5 が使いたい気分だったので、もうつけられるもの全部つけてごちゃごちゃにしたいっていう感じですね。サイト、この火山ホロ、レーザーサイトに FSS コンバート、この長いサプレッサーじゃなくてこの短いサップね、これがちょっとね太くていいですね、マーク4ですね。あとちょっとグリップも大きめがかっこいいですからね、今回ね。そしてなんて言っても50ラウンドマガジン、ドラムマガジンですね。やっぱりね、現実世界だとまあこういうカスタム拡張マガジンがついてないサイトサップ付きのMP5 ってのはよく見るんだけど、せっかくのゲームですから、好きにカスタマイズできるからね、もう今日はもうドラムマガジンをつけちゃう。あ、完璧っすね。いいね、ごちゃごちゃ。もうレーザーサイトもついてるからね、つけられるもの全部つけましたみたいな、この特殊部隊っぽいカスタムね。で、サブアームはこれですね、ロックのサプ付きです。サプレッサーコンビで今日はやろうかなと思います。よーし、やっていきましょう。かっこいい。まさかのノックアウト。ノックアウトか。まあ、復活できるサーチみたいな感じかな。結構珍しいね、マッチングするの。多分これ僕の。もう一回やれないか。当たってまいる。僕の目の前にいたやつは効いたのかな？落ちたかな？一枚カットして、今上にいましたね。で、位置バレしてるから、おお、おお、オッケー。あれ、腰打ち、もしかしてこれマーク4のおかげで腰打ち性能いいんじゃない。これ見た目だけじゃない、これ中距離近距離も対応できてるね。ちょっとね、 MP5 で打ち尽くしてからこのね、ファストドローでサプスキーグロックで倒したいですね。ちょっとね、特殊部隊っぽいことしたいよね。さあ、フラグ入れて、今 UAV 出しちゃいましょうか。削ったよ。あそこフラグ当たる。パッケージは運ばれてますね。何段？2段？危ない。移動して。あと一人、赤点には映ってますね。いやー、これこれ、ちょっと、マーク4じゃん、これ、腰打ちじゃん。わっけー。いや、これ、味方も敵さんも、なんじゃこの MP5 って思ってるだろうな。やっぱ現実世界の MP5 は、サイトとね、サプレッサーつけることあっても、こう、拡張マガジンまでつけるっていう、こんなガチャガチャなことし、あんましないと思うんだよね。それができるのがゲーム。おお、あの距離もいけちゃうんですよ。さあ、V トール呼んで、敵の位置も確認しちゃおうか、俺。全員向こうだね。蘇生はなさそう。OK、ワンダン。自爆はしないように気をつけよう。今、あ、確認できました。上と下、どっちもいる。ワンダン。よしよし。何今の？ラストワン。僕の V トル、あ、ナイス。次回作のモダン3はね、このガンスミスがより自分好みにカスタマイズできるらしいからね。もっと楽しくなっちゃうね、これね。このスモークは誰だろう。あ、いる。オッケー。ビアー。フラッシュヒット。結構もろぐらいじゃない？でも見えなくなってる。あれやれちゃうよ。ほら、あの距離。上行ったかな。いや、いる。削って。
オッケー。なんだ、押し打ちで対応して、もう一枚。おお、フラッシュ。このモードはね、あの復活一応できるからね、蘇生できるから、倒したとしても起こされる可能性ありですね。ほら、起こしてる起こしてるさあラストワン。まあ大体いる場所はね、見当がついてるんで。野戦マッチングしました、ね、普段だったら野戦やる気にならないけど、今回はもうね、このサイレンサーモリモリのカスタムだから、いや、なんかより特殊部隊っぽくていいですねこれね。残念なポイントとしては、野戦だとせっかくスコープつけたのにスコープ覗かないんですよね。撃たれてるよ撃たれてるよ、よちよちだ、赤ちゃんだこの人。待って、レベル5だって始めたても始めたてじゃないか、新兵か。よし、この COD 歴16年の先輩がキャリーしてあげようじゃないか。ちょっと待って、レベル5なのにプリズナーの野戦来ちゃったの。このモードはね、あの敵を蘇生、味方を蘇生することができるから、キルしてもどんどん生き返っちゃってるな俺。いやー厳しい。人質、右サイドの人質取られちゃいましたねこれ。ってことは多分こっから敵来るはず。オッケー、確認できました。いやーどうだ、結構ね味方さんがよちよちだからね。あー負けた。どこだ、あとリロード。おお、ダウン。この辺いないいないいない、多分蘇生すると思うんだよな。オッケーオッケーオッケー。ハンドガンやってくれたかな、ナイスカバー。ハンドガン、よし、あと一人、ナイス。これね、下がって V トール呼びたい。いや、ダブルキルいける。うわー、マジか、そこか。弾数、もう UAV どんどん使っていきましょうか。あの距離も倒せる。うわっ、上なの分かってたんだけどな。アミフラグいきまーす。どうですかこれ、ん？ん？今のフラグは待って、おー、いやー今の倒せるんですね。え、何この M4、 え、マスター迷彩、いや違う、なんだこれ、え、マスター迷彩こんな色だったっけ。これ ACR っぽい。あ、そういえば次回作モダン3のトレーラーで、なんかもう完全に ACR っぽい武器が映ってたよね。ACR はあの昔のモダン2でね、最強だった AR なんだけど。決め打ちはしょーい。まだ20発ある。一旦リロードでも挟みます。あと3人。いや、これは厳しいんじゃないかな。いけました。この建物で味方やられてるから多分いる。今下にいましたね。うわー間違えた、ミスったな。 M13C、 これ新武器だ。これ、 M13C ってなんか元銃はどんな名前なんだろう。 M13C っていうやつなのかな。なんか
実銃ってほんとさ、なんか派生系みたいな、いろんな種類がありすぎて、このゲームの銃の種類もどうなっちゃうんだろうな。モダン3はモダン2の武器が引き継ぎ可能らしいんですけど、武器の数がすごい数になっちゃうよね。うお、危ない。とっさは腰打ちで対応。上ですね、カット。ラストワン、ナイス。はい、というわけで、お疲れ様でした。まあ、今日はフルカスタム MP5 でしたけど、まあ、今後そうだな、映画とかゲームの、他のゲームのさ、銃を再現したりとかもしたいですね。まあ、海外だったらこうさ、ジョンウィックの武器を再現系の動画がね、もう、すごいたくさんあるんだけど、まあ、そんな感じの、もしリクエストあったら、ちょっとコメントでお願いします。それでは、お疲れ様でした。